河山助典の,の墓、河山助典大将11年2月8日は、日本の海軍軍人、政治家。階級は、海軍大将。栄転は、11位大訓以降に急白尺。薩摩藩士、橋口四次郎の三男、河山四郎座衛門の養子氏。警視総監、海軍大臣、海軍軍令部長、台湾総督、枢密顧問官、内務大臣。 文部大臣を歴任した。薩摩国鹿児島城下鍛冶屋町日本松葉場に、薩摩藩士、橋口よそ事件記の三男に生まれ、角野心と名付けられ育てられる。後に、同藩士、河山白座右衛門の養子となる。撮影戦争、母親戦争に従軍の後、明治4年に陸軍少佐に任ぜられ、明治5年より南進に出張、台湾出兵に従軍。 西南戦争では、熊本賃代司令長官、谷田敵少将の下同賃代参謀長として、熊本城を死守する。その後、警視総監権陸軍少将に昇進するが、海軍へ転じ、明治16年に、海軍、大輔、同19年には、海軍次官となる。国政では、明治23年から同25年にかけての第一次、山形内閣と第一次、 松方内閣で海軍大臣を務める第2回帝国議会において政府提出の軍艦建造案が海軍部内の腐敗が粛清されなければ予算は認められないと否決されると月光薩長政府とか何、政府とかことっても、強国のこの案例を、保ち4000万の政令に関係せず、安全を掘ったということは、誰の効果である。 薩長反発政府の正当性と民党の主張する、経費節減民力給与を批判する趣旨の発言を行う。民党の反発により議場は騒然となり、予算は不成立となった。日清戦争直前に海軍軍令部長に就任する。明治28年に海軍大将に昇進する。同年5月10日、初代台湾総督に就任、台北に、 総督府を会長する。その後も、数密顧問館、第2次、松方内閣で、内務大臣、第2次、山形内閣で、文部大臣を歴任した。なお、第2次、松方内閣の内務大臣であった、明治29年11月12日、改正条約発行の準備のための、改正条約施行準備委員会委員長に、就任している。 明治38年11月20日に、交尾役となり、同43年11月20日に退役した、大正11年2月8日公居。去年84、軍人名誉、川山中将。ありがとうございます。